シアリス 20mg 状タダラフィルは、長時間型のホスホジエステラーゼコ阻害剤であり、日本での適用は、勃起不全肺動脈性肺高血圧症、前立腺肥大の肺尿障害である。商品名は、シアリス、アドシルカ、ザルティアである。先行する、同向薬シルデナフィルなど、他の ED 治療薬と異なり、翌日にも作用が持ち越す、長時間型であり、 食事の有無に関わらず作用する点が異なる。肝臓の細胞 3A4 によって代謝される。警告枠に、心筋梗塞などの副作用の注意と、心血関係障害の有無の十分な確認が記載されている。日本における適応は以下である。勃起不全肺動脈性肺口、血圧症前立腺被害症に伴う肺尿障害、1の用法では、商品名シアリス。 2の用法では、アドシルカ。3の用法では、ザルティアで販売されている。勃起不全の用法では、健康保険の適用外の自由診療で、シアリスは、薬価基準にも、見始めである。医薬品名ではなく、用法により保険適用がなされるため、勃起不全の用法では、薬価基準での販売は適用されない。治験時には、シアリスで29.0%、 アドシルカで53.1%、ザルティアで11.0%に副作用が見られた。重大な副作用には、発疹、人魔疹、顔面浮腫、白脱性皮膚炎、スティーブンス、ジョンソン症候群がある。硝酸剤、または一酸化窒素強有剤との併用により、高圧作用が増強し、過度に血圧を加工させることがあるので、併用は禁忌である。死亡例を含む、 心筋梗塞等の重篤な心血管系等の有害事象が報告されているので、投与の前に不安定共心症、安定していない不整脈や高血圧などの気を症がないことを確認するよう警告がなされている。2003年に販売を開始。日本では2005年9月に厚生労働省へ承認申請が行われ、2007年よりシアリスが 日本イ、e、ーライリリーから販売された。輸入代行や迷惑メール等の宣伝行為を行う業者や偽造品も多い。2009年7月より発売は日本新薬へ移管された。つまりイ、e、ーライリリーが製造販売、日本新薬が発売する。2009年より肺動脈性肺高血圧症の適用を持ったアドシル化が販売されている。 2011年10月、アメリカ食品医薬品局は、研究に基づき、前立腺肥大症に対して承認した。日本でも2014年この適応症が追加された。ただラフィルは、生体内で、環状グアノシン一輪酸の分解を行っている小型、ホスホジエステラーゼの高素活性を阻害する。これが、陰茎周辺部の脳作動性神経に作用して、血管を拡張させ、 血流量が増えることによって機能すると考えられている。前立腺肥大症においては、前立腺及び膀胱ひらな目筋の弛緩も薬効に寄与している可能性がある。勃起不全の症状がある場合、ペニスが勃起し、性行為が正常に行える。性的刺激があった時のみ勃起が起こる。勃起機能改善効果であって、再因剤ではないので、性欲を更新させる働きはない。 勃起改善作用は約36時間にわたる。食事の有無にかかわらず服用が可能である。先行するシルデナフィルなど他の勃起不全治療薬には食事に関する注意がある。サイプ 3A4 で代謝される。その阻害剤との併用に関する禁忌がある。ニトログリセリン、アショウ酸アミル、チョウ酸イソソルビド等、リファンピシン、フェニトイン、カルバマゼピン、フェノバルビタール、 イトラコナゾール、リトナビル、アタザナビル、インジナビル、ネルフィナビル、サキナビル、ダルナビル、クラリスロマイシン、テラップレビル。ありがとうございます。